お邪魔隊。この番組は八戸市の委託協力でお送りします。このコーナーは地域をもっと元気にもっと楽しくをテーマに、八戸の良さや魅力を再発見再認識し、コミュニティの振興につながる情報をお届けします。八戸お邪魔隊が市内各所へ出没突撃取材し、人、物、場所、イベントなど様々な情報を発信します。火曜日のこの時間は何でもお邪魔隊です。八戸市内の様々な名所やスポット、施設などをご紹介します。こんにちは、小笠原千恵子です。何でもお邪魔隊、今回は八戸地域広域市町村圏事務組合消防本部の田向かいにできました新庁舎にお邪魔します。八戸広域市町村圏事務組合消防本部の島津消防長に伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。いや、新庁舎完成おめでとうございます。ありがとうございます。あの、率直なご感想はいかがでしょうか。地域の皆さんも、待ちに待っていた職員にとっては悲願の、庁舎であり、ここまで十数年かけて計画を練ってやっと完成した庁舎です。私どもの力だけでは当然無理ですし、各市町村長さんとか議員の皆様方、それからの地域住民の皆様方のご理解とご支援がなければ、このような立派な庁舎はできないと思ってました。全国あるいは東北でも、有数な立派な庁舎であると思ってます。で、新しい機能とすれば災害対策室が設けられて、この前の 3.11 のような災害があれば当然全国からの緊急消防援助隊、あるいは国とか県からこう職員も来まして、そこで災害対応の作戦なんかを練るわけですけども、その部屋がもうすごい立派で大変いい施設であるなと思ってました。大変立派なお部屋だと思いますけれども、あまり使いたくはないお部屋ですかね。そうですね、できればもう一生使わないで、大きな災害がないことを祈ってますけども、万が一の場合にはいくらでも災害対応できるとこう考えています。私はこの庁舎の八戸地域のこう安全安心のランドマークとなる消防庁舎であると思ってます。管理課参事の大橋俊直さんにも伺いました。この度新庁舎が完成いたしましたが、どうでしょうか、大橋さんの感想は。いや、もう朝起きるとですね、はい、仕事に行きたくて行きたくてしょうがないですね。職員誰から聞いてもやっぱりそう言ってます、はい。大橋さんはこの新庁舎、作るための基本の部分、基礎の部分からいろいろ携わってらっしゃったそうですね。一応担当をやらせていただきました。ということはやはり喜びもひとしおじゃないですか。そうですね、消防のですね、人生の中 その50年に1回ぐらいしか経たないと思うんで、それに携われたっていうのは大変だったんですけど、本当にもう感激ですね、ではこの新しい庁舎のまた新しい機能というんでしょうか、今までなかったものを教えていただけますか。はい、まずですね、建物そのものが基礎免震構造になっております。また5階にはですね、展示コーナーというのがございまして、そこには過去の八戸地方における災害、地震火災等の写真パネルを50枚ほど展示しておりますし、また実際の消火の体験ができる消火シミュレーション装置というのがございます。さらに消防ポンプの実物ですか、明治大正昭和期に使われたポンプを展示しております。あと1階の車庫にですね、日本初のタンク車というものをですね、昨年の暮れに復元いたしたものを展示しております。これは八戸鉄工所さんという会社がございまして、そちらの初代の社長さんがですね、昭和23年に考案して、当時では日本で初めてだったということで展示してございますので、こちらの方も合わせてご覧いただければと思います。この新庁舎には八戸消防本部と八戸消防署が移転してきています。
八戸消防署は現場での活動を行い、八戸消防本部は八戸地域8市町村にある18の消防署を統括しているそうです。住宅用火災警報器の設置促進活動なども行っていますよね。新しい機能のご紹介がありましたが、この他にも220席を用意した防災教育研修室や1000人分の食料や毛布などを備蓄する倉庫などもできたそうです。一般の方の見学も受け付けています。ご希望の方はまず平日の日中お電話でご連絡ください。八戸消防本部、電話番号は 0178-44-2132 です。旧庁舎と電話番号は変わらないそうです。来週は建物の中をご紹介します。以上、何でもお邪魔隊、今週は八戸消防本部新庁舎でした。突撃八戸お邪魔隊ってか。続いてはイベント広報隊のコーナーです。このコーナーでは八戸市内で行われた様々なイベントなどをご紹介します。今日のこの時間は1月16日月曜日の吹上小学校バトン部による第39回マーチングバンドバトントワーリング全国大会金賞受賞報告の話題です。1月の7日と8日、千葉市の幕張メッセにおいて第39回マーチングバンドバトントワーリング全国大会が開催され、このバトントワーリングの部門で八戸市のチームが大活躍でした。小学生の部では吹上小学校が2年連続の金賞に、そして根城小学校、柏崎小学校が銀賞を受賞。中学校の部では市内の中学生16人で構成するドリームキッズが銀賞。高校の部では千葉学園高校、広陵高等学校も銀賞受賞と、小中高の部門で6つのチームが活躍を見せてくれました。その中で2年連続金賞を受賞した吹上小学校バトン部15人の皆さんが16日の月曜日、八戸市の松山隆豊教育委員会教育長を訪ね、金賞受賞の喜びを報告しました。では皆さんの喜びの声をお聞きください。私たち吹上小学校バトン部員は4年生から6年生15名が精一杯全国大会で演技することができました。これは指導してくださった先生や校長先生をはじめ、衣装作りをしてくださったお母さんたちのおかげでもあります。3年連続全国大会に出場し、2年連続金賞を取れたことを報告します。藤本琴美です。3年連続全国大会に行けたっていうのも嬉しいし、金賞をいただいたっていうのもすごく嬉しいので、涙がもう家では止まりませんでした。分かってますね。松村好きです。2年生から6年生まで仲良く毎日のように練習してきて、4年生からずっと思っていた金賞を2年連続15人で取れることができて嬉しかったです。吹上小学校は来年の大会で3年連続の金賞を目指すことになります。またその他のチームもまた県大会、東北大会を勝ち抜いて全国大会の舞台を目指すことになります。各年代で活躍する八戸のバトンのチーム、八戸もバトンの街としてさらに有名になっていくのではないでしょうか。以上、イベント広報隊でした。突撃八戸お邪魔隊、いかがだったでしょうか。この番組でご紹介している内容はBFM のホームページまたは八戸 JP 内の動画ページでも公開します。番組と合わせてご覧ください。八戸市内各地を取材する突撃八戸お邪魔隊、次回はどこへ出没するのでしょうか。明日のこの時間もお楽しみに。突撃八戸お邪魔隊、この番組は八戸市の委託協力でお送りしました。